初めてのマラソンにおすすめのシューズということで、2024年版を、はい、自分ができるバウンドを助けてくれると思ったらいいです。かかと周りのしっかり感に対して前側は軽いこうテンポアップするシューズに近い感覚があるんですよ。なるほど。皆さんこんにちは、ラントリップ代表の大森です。今回もシューズアドバイザー藤原さんと一緒にお送りしていきます。よろしくお願いします。今回はですね、初めてのマラソンにおすすめのシューズということで、2024年版をお届けしていきたいと思います。なんとなくこう毎年おなじみコーナーになってきたかなと思うんですが、まあ今ね撮ってるのが9月ですので、まあこれからいよいよレースシーズンに入っていくという中で、はい、まだ暑いけどね、初めてのレースを迎えるという方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、その方向けの動画となっております。で、初めてのフルマラソンといっても、まあ皆さんそれはもうね、いろんなレンジがありますね。10人と色でいきなりサブ3する人もいれば、何よりも完走を目指すという方もいらっしゃると思いますが、今回対象としているのはまあだいたい4時間半から、まあ完走ぐらいを6時間とかね、これぐらいを目指す方向けという形で見ていただければなと思っております。で、じゃあ最初にご速紹介しちゃいますね。はい、ラインナップをおすすめしておりますが、まず1足目こちらが、ミズノのウェーブライダー28ですね。そしてこちらがナイキのペガサス41、はい、そしてこちらが、アシックスのGT2013、はい、最新版ですね。最新版ですね。そしてこちらがブルックスのゴーストマックス2、大盛りモデルですね。大盛りモデル、そんなことないですね。はい、そしてこちらが、他のクリフトン9ということで、まあどれも本当にド鉄板のシューズという感じですけれども、選んでいただいたちょっと背景のところ、これね、やっぱりちょっと前もね現場に行ってこういうイベントやってるんですけど、本当に見てほしい人が見てほしい。切に思います。これ届けこの思い、そうです。すごい熱い思いで言ってます。なるほどなるほど。皆さんのためを思ってます。軽いとか、反発弾性とか、跳ねるとかね、カーボンプレートとか、そういうそのキャッチーな言葉は一切忘れないでください。なるほど。はい。レースっていろんなスタイルがありまして、もし4時間前半16分でも6分ペースで、5時間切るんだったら7分ペースぐらいにいけるわけです。その通りです。それがまあ余裕がないっていう人もいらっしゃるとは思うんですけど、7分を維持すればいいのと4分を維持する人ではやっぱり機能が違うの分かりますね。軽さとか、まあ、プレートの助力とか反発弾性もあってもいいんですけど、もし皆さんがゆっくりを長く続けたい、自分が余裕があるペースを長く続けるってんであれば、反発弾性があるとストライドが増えちゃって。はい、オーバーストレートになりますし、ペースが上がりすぎちゃう。上がりすぎちゃう。軽いと膝下ばっかり動いちゃって、フォームが崩れちゃう。プレートがあると硬いですよ。ね。なのでまず必要な機能というのはここにずらっと並んでるんですが、クッションがまあもちろんあること。クッションですね。本当衝撃吸収性か。ポンって少しバウンドするぐらい、何万回も設置しますからね。自分ができるバウンドを助けてくれると思ったらいいです。自分のできるバウンドをすごく増やす必要はないんですよ。自分ができるバウンドを回数をね重ねられる、負担がかからない、かかりにくい、こうねポンポンって返すぐらいのクッション、それと安定感ですね。安定感、自分が着地するよりも安定してくれる。そうですね。これ着地の時にぐらつくんですよね、絶対ね。そのぐらつきの量が結局足の痛みとかに影響してくるんで、ここを軽減してくれるシューズ、そうです。ということですね。それとガイドですね。ガイド。はい。こう前にね。そう。グイッとね。ずっとガイドして。だから自然にこうクッションがあって安定感があってガイドがあるものは基本この剛性もありますので。高い。硬い。硬い。だから簡単に言うとこの上に乗っかっていくんですよね。そうですね。皆さんが乗っかっていくイメージなんです。だから乗って安定してクッションがあってガイドがあるものというものが揃ってる感じです。わかりやすい。はい。なので。その方がね、結局本番でねレースデーで晴れの日なんですけど、普段自分が使って長く使えそうだなってものが、このね今お話ししてる方のゾーンだとレースシューズになります。そういうことですね。はい、だから普段のトレーニングとある種分ける必要がないってことですね。そうです。レースの多様性もね尊重して、ランニングって平等なスポーツなんで、間違いないです。はい。でまずですね、ここに揃ってるのはこの3つはハイドロップ、トラディショナルなガイドがポイントです。傾斜が強いみたいな。はい。前側が薄いんですよ。はい。だからね。みんな大好き軽いシューズのと同じような接地感で薄いから8mm、10mm、12mm はい、揃いました。8mm、10mm、12mm、どうですか。ドロップって言います。はい、傾斜の角度です。これらドロップが効いてるトラディショナルシューズは、かかと周りのしっかり感に対して前側は軽いこうテンポアップするシューズに近い感覚があるんですよ。なるほど。だから走りやすいガイドもすごくしてくれる。こうペガサスなんかね、超定番ですけど、非常にこう剛性もあるし、10mmドロップでガイドもあるというですね。だから傾斜があるってことは体のこう体勢を崩してくれるので、そうなんです。その崩してくれる力で転がっていくというか、崩れ続けていくということで楽に走れるようになる。推進力っていうこうモーメンタムって前に行くことって実はバランスを崩してるんですよ。ずっとそうですね。常にね、バランスを崩し続けてることが推進力なんですね。だからそう考えるとこちらは重力に沿ったスタイルになってるんで、前側をくってかかとがついた。一方でこちらはどちらかというとフラットなシューズになりますかね。フラットになってます。6mm ドロップ、5mm ドロップなんですけど、ドロップが少ないとですね、今度その原理をですね、自分でこうちょっとこう意識するというか、こうすると傾いてくるんですね。自分で体を倒す。6ミリしかないので、例えばこの水野ライダー12ミリなんで半分しか傾斜がありませんので、厚みが前まである感じ。前も厚い。そうだからこうちょっとこうグーってこう倒していくような意識をすると自然に倒れていきます。結果は同じです。どっちも。自分で倒しながら。そうですそうです。クリプトンも同じです。5ミリドロップで、まあこれなんかまさにロッカーの代名詞のシューズですけど。なんか倒してくれた方が楽な気がしちゃうんですけど、自分で倒すっていうのも良いんですか？だからこれをですね、練習で、まあ例えばですね、自然に前に倒れる方はこちらの方が当然履きやすいです。でも怪我がなくならないとか、そういうところからこちらに来てるんですけど、あとはですね、こちらだと自分で意識するじゃないですか。その方が結局自然に前に行く方はこちらの方がいいと思うんですよね。こういうおすすめしたいんですよ。トレーニングでドロップが効いたものとドロップがないロードロップのものを両方お試しになってほしい。履いてみて。なるほど。それで自分がこう結局長い距離を継続しやすい、意識をした方ができる人、無意識でできる人の違いがあって、でこちらもしかすると強いヒールストライクをどうしてもしてしまう方なんかは、非常にこう意識しやすいと思います。転がるようなね、こう船底型の構造になっていますので、アキレス腱の伸長を抑えたり、ヒールストライクを回避してこう前側に移動するという効果があるという報告もあるんですけど、なのでこの2つを試してほしいというところです。なるほど。まず大きくそういう分け方があると。でね、この中で1つだけスタビリティシューズを用意しました。安定性が高いという意味ですね。はい、これ3D ガイダンスになってまして、内側にこう少し張り出してるんですけど、ニュートラルって言ってね、そんなにこう要はオーバープロネーションって内側に倒れる方向けなんですが、そんなにね強くしてなくて最近はどなたも使えるので、長い距離を走るのにちょっとこう不安、もっとかかと周りが安心感が欲しいっていう人はこのGT2000 の13のようなスタビリティトレーナーもおすすめです。このちょうどこっち側なんですけど、ちょうどまた違うタイプです。今言ったみたいにそのドロップが効いてる効いてないかで自分がこう持続、あ、こっちの方がなんかずっとフォームを意識しやすいとか結果が良さそうだなっていう、このハイかローで選ぶのと、ちょっとかかとの足首周りが安定感が欲しいって方が、柔らかい人と、あとまあ本当に硬い人はもう絶対この辺だと思いますけど、Oak脚とかね、まずはここでね分けてほしい。そういうことですね。必ず自分がこう維持しやすいタイプがあると思うし、どっこいだったら直感でハーフマラソンとか履いてみて、そうですね、はい、確認されるといいと思います。確かに。もう本当とにかくいろんなシューズがあるんで、そうですね。はい、いろいろ選ぶとね、最初のレース大変だと思うので、まずはじゃあ分かんないんであればこの5足から見てって自分がどう合うかみたいなところを見に行けばいいかな。フルマラソン走るって皆さんこう簡単に考えますけど大変なことなので、大変なことです。練習量も増えると思いますので、1足をこう履き潰すって感覚よりは2足をローテーションして、ああそういうことですね。違う筋肉を使って、まあ違う場所をすり減らしてって感じですね。耐久性も伸びますので。じゃあどっちかしかダメってことじゃなくて、どっちのパターンも持っとくとよりいろんな筋肉使えて、いろんな走り方が試せていいと思うんですよね。変な話、よほどのお客の方以外は、例えば GT2000 とクリプトンとかっていうコンビもいいです。もう OK。 なるほど。安定感があって、そうやってですね、比較して選んでほしい。そうすると自分のための本当に安心できるレースのシューズになるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。はい、はい、ということでこんな形でちょっとご紹介させていただきましたが、とにかくいろんなシューズがあります。そしていろんなシューズのレビューをラントリップはしておりますので、はい、何かねこう入り口で探していただいて面白いなと思って、シューズ面白いなと思っていただけたら、その先もいろんなねレビューしてもらって、ご自身のランニングライフに合わせていろんな選択ができると思うので、シューズを選んでいくともっとランニングね楽しくなるかなと思うので、はい、楽しく楽にぜひシューズの楽しい世界をここから感じていただければと思っております。各シューズそれぞれ概要欄に詳細貼ってますので、ぜひそちらの方もチェックしてみていただければと思います。では今回は初めてのマラソンにおすすめのシューズ、はい、5選ということでおすすめさせていただきました。この動画面白いと思っていただけた方はぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。コメントもお待ちしております。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。ラントリップアプリで走るとマイルが貯まる。貯まったマイルはラントリップストアのクーポンと交換できる。ラントリップでお得なランニングライフを。